はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい。今日はですね、こちらですね。うん、はい。スター・ウォーズの、なんだっけ。スター・ウォーズの。ビルダブル・フィギュアーズってやつだね。うん、それの、クローントルーパーのコマンダー・コーディとダース・ベイダー。これを作っていきたいと思いますね。はい。はい。前のやつはね、ここにあったかな。あ、ちょっと見えないか。こちらに、グリーバス将軍と、あとジャンゴ・フェット。はい、ありますけれども、ほらジャンゴフェットやっぱね、うん、こんな感じでポージングするとすごくかっこいいんだよね、うん、ほらかっこいいでしょ、ポージングさせるとかっこいいんだよ。でグリーバス将軍もちょっとねしゃがませることができたので、こんな感じにもう戦闘態勢みたいな感じでね、うん、ポージングさせることができましたけれども、うん、ということで今回はですね、早速これをですね作っていきたいと思います。じゃあ作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがクローントルーパーのコマンダーコーディーだね。エシングも止めてくれるかな。ちょっとズームしすぎだな、ズームしすぎ。はいはい、顔はなかなかいいですね、似てますね、うん、後ろにこのようなですね通信のアンテナがあるね、うん、ちなみにこのですね、ブラスターをですね両手持ちできますね、うん、両手すでにやってるよ。そうだね、うん、片手持ちももちろんできます、うん、やっぱり、ね、ジャンゴフェットと同じでいいね、うん、かっこいいですね、うんうん、ただですね、今回ちょっとね、関節が柔らかいんだよね。そうだね、うん、だからね、こうちゃんとね、ポーズ決めてもすぐくにゃってなっちゃうかな。うん、時々ね、そうだね、うん、そこはちょっと残念かな。うん、可動はですね、ジャンゴフェットと同じで手首と腕と肩、うん、あと首、はい、はい、あと股関節と膝、はい、あと足首だよね、はい、それが動きますね、うん、で、全部まとめて何個関節を動きますか？13箇所。13、うん、はい、そしてこちらがダース・ベイダーですね、うん、ベイダーは顔がすごいいいで、うん、まあここはね特殊パーツだからね、うん、まあ似てて当然なんだけど、うん、いいね、やっぱ、うん、そっくりですね、ベイダー、うん、いいですね、これはね、うん、顔はいい、はい、体はどうかということですね。体はこんな感じで、ちょっと分かりにくいかな、マントを取っちゃおうか今、はい、前はこんな感じで、後ろはこうなってますね、うん、はい、そこにマントをつければそれが見えなくなるよね。そうだね。で、可動は同じなんだけれども、うん、ベイダーの方はですね、ちょっとですね足が前に出ないですね、うん、横だけ。そうだね、うん、それがちょっと不安定な、このね、膝のところは前後ろできるんだけど、股関節が横にしか曲がんないので、しかもあんまり曲がんない、干渉しちゃってね、ここがちょっと残念かなって感じかな、うん、これ前に出せるのかな、出せないよね、ちょっと変なのになっちゃうね、うん、これ残念、うん、だってこんなのさ、こうやって後ろに曲がったところでさうわーなんてこんなやんないもんね、ベイダーね、うん、はい、ということでビルダブルフィギュアですね、前回と合わせて4種類作りましたね、うん、やっぱりこのジャンゴとクローントルーパーはさ、基本的にこのクローンだから、うん、ジャンゴフェットのクローンがクローントルーパーだからさ、うん、だから身長とか一緒だね、うん、うん、これはまあいいでしょう、はい、そしてそれよりもやっぱりダース・ベイダー大きいよね、うん、でもそれよりもでっかいのがこっち、グリーバス将軍ね、グリーバス、うん、これちゃんとねスケール感出てるよね、うん、合ってると思う、うん、多分この身長で合ってるんだよ。だってボバフェットがダース・ベイダーとお話しするときこれぐらいの身長差だったと思うよ。あ、うん、あ、これスケール感すごい合ってると思う、うん、っていうかボバフェットも出てほしい。そうだよねボバフェットも出てほしい。あとなんかいるかな。あとはダースモール。ああ、人間タイプはね似てないっぽいからさ、うん、オビワンとかさルークとか似てないからさ、うん、できればこういう何ヘルメットかぶってるような化け物系がいいよね。そうだよね今それが再現しやすい。 あとはストームトルーパーかクロントルーパー。そうだね、うん、普通のクロントルーパー、うん、うん、そうだね、あとストームトルーパーも欲しいね、確かに、ね、そうだね、うん、はい、ということで今回はですねレゴスターウォーズのビルダブルフィギュア、うん、それの、クロントルーパーとダース・ベイダーを作ってみましたね、うん、はい、今回でもしかしたらこれ作るの最後かもしれないですね。また新しいですね種類が出たら買うことにしましょう、うん、ちょうどファンも止まった、うん、はい、でも近いうちこういう化け物系が出ないと買わないかもしれない、ね、化け物系ね、うん、はい、人間系が出たらやるっちゃう。そうだね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。